くれたんだ。あなたが来る前にこの辺りを散歩探し回ってみたんだけど、美月なのかは見つからなかった。もういいよ、まんまと逃げられたってことにしておくから。最近は寝る間も惜しんで稽古に励んでたから、一日くらい休みをあげるんだった。今は違うけど、実は私も昔は彼女以上のサボり魔だったんだよ。気分が乗った時は三日三晩ぶっ通しでも平気だったんだけど、やる気のない時は兄弟子の目を盗んで逃げてた。だから彼女の気持ちも少しはわかる。それはダメ。呼び出しておいてこのまま返すなんて申し訳ない。せっかく来てくれたんだし、美味しいものでもご馳走してあげる。今はあなたの方が興味深いの。まあ歩きながら話そう。新人公に美味しい店があるってレイサお姉ちゃんが言ってたから行ってみよう。こんにちは、二人ですけど行けますか？お二人様ですね。はい、こちらへどうぞ。ご注文はもうお決まりですか？はい、このメニューの上から下まで全部一人前ずつください。本当に上から下まで全部でよろしいですか？あれ、もしかして足りなさそうですか？心配しないで、お金ならあるから。で、では先に何品か召し上がっていただいて、足りなければ追加ということにしましょうか。わかりました。それでお願いします。うん、いい。いろいろ考えたんだけど、今日は休みにしようかなって。そうだ、ううん、食べない。おじいちゃんが友達との付き合いではお金をケチるなって言ってたから。それで普段はよく食べるの？じゃあたくさん食べて。そうだ、おじいちゃんがと、残ったものはおじいちゃんが食べてもいいって言ってた。あなたの剣に興味があるって言った方が正確かも。前に元凶からあなたは腕が立つのは確かだけど、それ以上に使ってる武器がユニークだって聞いた。それからあなたの剣にはずっと興味があったんだ。重量配分は均等なのか、材質は何か、いくつの仕掛けが仕込まれてるのか、それでどんな剣術を使えるのか。バットってあのバット？うん、ますます興味が湧いてきた。あ、バットだ。でも剣に決まった形はないっておじいちゃんが言ってたから、このバットも剣の部類に入ると思う。それと物は持ち主に似るんだって。武器は使い手の癖や性格が反映されるってこと知ってた？見たところあなたは常識にとらわれず臨機応変に対応できて、本当に手強い敵と出会っても悠然と立ち向かっていける人。違う？当たってた？それにいつも「ルールは破るためにある」と
とか変なことばっかり言ってない？息を吐くように嘘をつく聖人君子ずらした剣の持ち主はたくさん見てきた。でも剣はいつも正直。その持ち主は強力な武器のおまけに過ぎない、ただの雑魚だって教えてくれる。私は今まで何百もの剣を借り、それらの剣を一つ残らず溶かしてきた。誤解しないでほしいんだけど、私は道を踏み外した人にしか戦いを挑まない。そして剣を溶かすのは、それが武器を守るための私なりのやり方だから。話を戻すけど、剣を観察するだけじゃダメ。言葉や表情で人は騙せるけど、命がけの戦闘の場で繰り出された剣技は嘘をつかないっておじいちゃんが言ってた。もうすぐ演武天礼だけど、あなたも出るんだよね。ウンリさん、戦上手にとって演武天礼は確かに自らの剣技を披露できて名声を得る絶好の機会ではあります。ただ彼女のように先週ですでに目覚ましい功績を挙げられている方がわざわざ演武台に出る必要はないでしょう。お久しぶりです、七し人さん。誰？七し人さん、ご紹介いただきありがとうございます。私は四神宮の舵取り秘書を務めております、勇気です。突然お邪魔して申し訳ございません。演武天礼のお話が聞こえてきたのと、この方とも古い知り合いなものでしたので、ご挨拶に参った次第です。はい、演武天礼開催に先立ち、ラフには異教のお客様がたくさんお越しです。そしてこちらは遠い星カレワラからのお客様、パボルさんです。パボルさんのお国は反銀河貿易体制に招待されたばかりで、今回は使節団を率いて泉州に来られました。ビジネスだけでなく、泉州に帰属するあるものを返還するのが目的だと伺っています。勇気さん、返還というより送り届けると言った方が適切でしょう。もともと泉州に帰属するものとはいえ、我々も遠路はるばる苦労してお届けに上がったわけですから。これは失礼いたしました、ご無礼をお許しください。パボルさんの使節団は長年異教をさまよっていた泉州の宝剣を送り届けに来てくださったのです。開炎将軍は四神宮で直々に謝意を述べ、宝剣を那府演武天礼の勝者に捧げようと考えられています。そして私とパブルさんは今からそちらへ向かう予定です。お二方も演武天礼の話で盛り上がっておられましたよね。よかったら四神宮までご一緒にどうですか？Nice to meet you both. The journey to the Xianzhou Lafu wasn't an easy one, but the scenery here is worth it. It's completely different from my homeland. Once the formalities at the Palace of Astrum are finished, I'll find a quiet spot on this street and plant a seedling. And then my mission will be complete. The Sword of Heroes will finally be returned to its rightful owners. I couldn't be happier.Oh, you're interested in my home planet. That's great. Your Excellency is welcome to visit us at any time. Even though the trade route just opened, it still might take around 200 system hours to get there from Pier Point. But our planet is really great. Ah, sure, it's a bit cold and the food is a bit repetitive and our houses aren't as fancy as those on Pier Point, but that doesn't matter. We've discovered massive supernium deposits.
and we're on the path to prosperity. Oh, you mean the Mieka Kivesa? It's an incredible sword. That weapon helped the legendary heroes of my homeland slay demons, and is highly revered. It also has the power to choose monarchs. All the ancient kings of Kaluvala received a sign from the sword, showing they were worthy to rule the land. According to tradition, each monarch would plunge the sword into a stone, and only a hero recognized by the sword could pull it out and ascend to the throne next. Well, those are just legends from the past. No one today has witnessed it firsthand. Oh, you mean that it also has the power, according to tradition. Times have changed, and now that we have a council in place, the idea of a sword crowning a king has become a joke. Besides, it wasn't a native of Kaluvala who last pulled out the sword and recognized its connection to the Xianzhou ship. It was a visitor from afar. While the sword holds great historical significance for Kaluvala, it doesn't truly belong to our world. The old-timers on council had a heated debate about whether to return the sword. They eventually unanimously agreed to let the Mieka Kivesa return to where it truly belongs. That's the best possible outcome. Wonderful. It's an honor to have so many people witness the sword's homecoming. Wonderful. It's an... General Huayan will hold the sword gifting ceremony at the Palace of Astrum soon. Are you interested? Let's head to the Palace of Astrum together. I know, right? Thanks to March 7 skipping class, we get to join in on the fun. Grandpa always asks me to go look at swords with him, but he hasn't said anything about this one. It's really weird. But now that we're invited, let's go and check it out. This haven of memories. Every touch. There you are! Come on, let's go to the ceremony together. There you are. Please allow me to offer a sincere compliment, my fair lady. Your beauty is as pure as a snow-white iris. Well, if it isn't my dear friend! Glad to meet you again. Who is this weirdo? Who is this knight? I am Argenti, a member of the Knights of Beauty. I was invited as a part of the Kaluvala delegation to escort the legendary Mieka Kivesa back to the Xianzhou. May I have the honor of knowing your name? My name is Yun Li. What a beautiful name. I wonder if you have ever heard the holy name of the pure and flawless goddess Adrilla. Oh, you're here, Yun Li. Didn't expect you to be so well informed. Well, now that you're here, don't forget your manners. Manners. Come on. You won't find another granddaughter as polite and well-behaved as me. Well, just remember this is a very serious ceremony. Sorry for keeping you waiting, Mr. Pavel. Now, let the sword-gifting ceremony begin. Before the ceremony officially commences, I want to express my gratitude to the Knight Argenti. Thank you for enlightening us about the sword's origin and for escorting it here safely so that we may complete this ceremony.
On behalf of the Kaluvalan delegation, I, Pavel Kalistaya, am here to return the legendary Mieka Kifesa to the Sienjo Alliance, its rightful homeland. I'm truly grateful for Kalevala's noble act of returning the sword and for the Knight of Beauty's chivalry. Now, as we gather here on the Sienjo Lawfu, I officially welcome the sword back to its homeland. Mieka Kifesa. It's a fitting name for a sword with such a legendary past. I still remember the name engraved on this sword the day it was forged. Guyin. It was forged by Hong Guang, a craftsman from the Zhu Ming's Pyro Jaya Forge. Wait, Hong Guang? Although its blade is worn and cracked, its essence remains as resilient as the Sienjo Cloud Knights. All it needs is some repairs and polishing by the skilled craftsmen of the Artisanship Commission to regain its former glory. I've decided to entrust this sword, Guyin, to the Lawfu Artisanship Commission for restoration. Furthermore, it will serve as the prize for the champion of the Lawfu War Dance. This sword will be wielded against abominations to protect our homeland and live up to the mission of the Kalevalan delegation that returned it from so far away. Thank you, General. It is an honor for Kalevala. Now, esteemed knight and delegation members, please head to the Artisanship Commission, where... No! This sword was forged by Hong Guang! Yun Li! These esteemed guests have brought back your father's last work. Where are your manners? I didn't realize this sword was actually forged by your father. Returning it to its rightful owner is, Grandpa, give me that cursed sword right now! I'll melt away the remnants of that man's curse once and for all! Don't be rude, Yumi. Apologize to our esteemed guests from afar. I'm sorry. I'm sorry for making a scene. But I have to melt down this cursed sword. I won't let it fall into anyone else's hands. Yun Li, please, go for now. This is exactly why I didn't want Yun Li to know about this. I didn't want to create trouble, but trouble found its way here anyway. Perhaps it really is divine intervention. Could you please keep an eye on Yun Li for me? That is a tall order. But I'm counting on you. I apologize for the unfortunate interruption. Let us move on with the ceremony. Unless I'm mistaken, Yun Li should be around here somewhere. おそらく、ウンリはこの辺にいるはず。この盗賊者は、
ち合いだらけじゃないか。姉さん、見てよ、ほら。今回の広告の貼り付けはお前がやったのか。泣きたいって言うなら手伝ってあげてもいいけど、まさかおじいちゃんに言われてきたの？そうに決まってるよね。でも言っとくけど、私は絶対ここを動かないよ。守衛の隙をついて魔剣を奪って、みんなが戸惑ってる間に溶かすから。誰にも、もちろんあなたにも邪魔はさせない。あなたはおじいちゃんの指示で来たんだよね。おじいちゃんは助けろなんて言ってないはずだよ。あれは魔剣なの。あなたは魔剣って聞いたことある？字面だけ見ればそうだね。魔剣というのは、剣術の素人でもそれを握れば高度な剣技をひらめき、非力な人間でも驚異的な力と目にも止まらぬ速さで振るうことができる剣のこと。冗談で言ってるわけじゃないし、でたらめな話をしたいんじゃない。魔剣の持ち主は修行を積んだ達人のような剣術を一瞬で習得できる。でもそれには代償が必要なんだよ。るつぼに燃料を足し続けるのと同じ。剣を振るうたび、使い手は手のひらからじわじわと剣に血髄を吸い取られ、日に日に減った血髄は最後には枯れる。その瞬間、人は剣の使い手ではなく、剣に操られる生ける屍となって、血と殺戮のことしか考えられなくなるんだよ。太陽を知ってるんだ。だったら詳しく説明する必要もないよね。それがいわゆる魔剣と呼ばれるものの正体。剣を作ることに見入られた職人が鉄に太陽を鋳込んで武器に魂を与えようと渇望した結果、宝剣の儀での私の振る舞いは確かに良くなかった。でもよく考えてみると、私が何もしなくてもそのうちあの魔剣が災いを招いてたはず。だったら私が騒ぎを起こした方がマシじゃなかった？それより剣を構造師に修理させるはずなのに、どうして誰も出てこないの？あなた何か知らない？はあ、ここにいても無駄みたい。直接構造師に行ってみるしかなさそう。おじいちゃんがあの剣を選んだ理由はどうあれ、私はあれを他人の手に渡したくない。今までしてきたように、あの人が作った剣を一本ずつ見つけ出して、それをへし折り片っ端から溶かす。急がないと。私たち一旦ここで別れよ。さっきの話からして、構造師に潜入して剣を奪うつもりかな。見張ってた方が良さそう。新しい